エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は自分の指に合ったギアの選び方とギア紹介となります。トラストのギアってつけるものが多くて何を組むか難しいところですよね。立ち回りによっては相性もあるかと思います。そこで今回は実際に立ち回りに合わせたギアの使用感を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速解説をしていきたいと思います。まずはじめにですが、ギアの選び方について話したいと思います。基本的にはギアの選び方は2種類プラスアルファがいいです。まず2種類は弱点を補うと長所を伸ばすとなります。弱点を補う場合は機動力がないからイカ速をつけるという感じですね。これは武器自体の弱点でもいいですが、自分の苦手な部分を考慮するといいギア構成となります。長所を伸ばす場合は手数が多いからインク回復でさらに増やすという感じです。スペシャルの回転率がいいからスペ増という感じで、どんどん長所だけを伸ばす構成となります。これに関してはしていることかなと思いますが、さらにギア構成を良くするのであればプラスアルファという部分が非常に大事になります。このプラスアルファの部分というのが環境への対応となります。例えばですが、長所を伸ばすときにメイン効率だけを積んでいたとします。ですが弓のミラーでバレデコの帝王以下が増え、そのスペシャルによってよくやられたということがありました。こうなった場合、環境的に帝王以下によく当たるとなると、逃げることが重要な対策となるわけです。こうなった時にイカ速やジャンタンをつけて環境に対応するということが非常に大事な考えとなります。このプラスアルファというのがギア選びで大事になってくるというわけです。対物ギアがいい例ですね。選ぶ際はその視点も入れるようにして考えてみましょう。では早速ですが、実際に使ってきたギアについて紹介していきたいと思います。1つ目はポジション移動系です。これはポジション間の移動が多い人向けになります。よく前線に出たりポジションを優先して動く人のタイプだと思います。この立ち回りをするときは画像のようなギアを組んでいました。ポジションの移動が多いということで起動ギアを組んでいます。個人的には移動にはイカ状態が多いので、イカ速を1以上積んでいます。その他には人速を 0.2 ほどですね。ポジション移動が多い分、敵との近い距離で対面することが考えられるので最低限を積むようにしています。その他にはポジションからの圧を上げるためにメインク効率とスペ増を積んで手数を増やすようにしています。使い勝手としては高低差があるマップや広いマップだと移動がしやすかったり逃げやすかったりするのが良かったですね。続いてはルール関与のギアについてです。個人的にルール関与は中央の制圧力だと思っているので塗りを重視しています。構成を見てもらうといいかなと思いますが、メインの手数とスペシャルに重点を置いた構成となってます。ひたすら中央で相手に牽制しつつも、エリアの塗りをして足場を取りつつスペが溜まれば押し込むといった戦法です。肝になるのはガスパが発動しなくても大丈夫なようにインク効率と回復を積んでるという点です。またスペ増を積むことによってスペシャルによるインク回復も見込んでいます。これでうまく回せればかなり手数が多い立ち回りができます。ラスパが発動すれば後半になるほど手数がさらに増えていくというわけです。またサブ性能をつけている理由ですが、単純に防衛時の邪魔をするためです。単純なポジション潰しもできるので防衛の時に投げるようにしていました。インク回復もそれなりには早いので回転がいいのも利点です。使い勝手としてはかなり楽というところですね。メインがなかなか尽きないこともあるので、普段より手数を多く出せるっていうのが良かったです。ルール関与も攻撃もしたいという時は個人的におすすめなギアです。エリアとの相性はこのギアが良かったですね。続いては邪魔特化のギアです。サブの使用とスペシャルの回転で射程外の相手に嫌がらせをするのが目的のギアです。このギアに関してはポイズンを使用することが大事なのですが、遠くから牽制できるようにサブを多めに積んでいます。ポイズンはメインより射程が短いですからね。敵との距離感が悪いとやられる原因となります。
そのリスクを抑えつつサブを相手のポジションに投げるための構成となります。今回はサブ効率を積んでいませんが、足りない場合はメイン効率と変えるのもありです。ですが個人的にはスペシャルも回して邪魔をしたいギア構成なので、メイン効率は残しつつ塗るというのも大事かなと思ってます。このギアのいいところとしては、ポジションからどけるという点ですね。防衛の時にルートを遠くから潰せるという点もいいです。ガチホコの時などポイズンがいい感じに届くので面白いギアとなります。高台が多いところや通路が狭いマップに合わせて使うのがいいですね。最後は何でも屋のギアです。個人的には最近このギアを使用してます。パワー更新した時もこのギアでしたね。まあ、ギアとしてはラスパとスペゾーイカ速を積んでます。他の3つのいいところだけを取ったギア構成となります。ただサブに関しては距離よりも回転数を意識したのでインク効率に変えてます。このあたりは好みで変えるのはありですね。使用感としてですが、機動力が高い状態でメインを思いっきり回せるのでいいポジションで押し込めるのが良かったです。イカ速により前線に上がっても逃げれる効率も上がりますからね。攻めと逃げに使えるのもいいところでした。ただこのギアに関しては長所が伸ばしきれていないという点が欠点になります。特化していない分何でもこなさないといけないギアになるので、立ち回りの柔軟性が大事になるというところですね。ルール関与するならルール関与もしますし、邪魔するなら邪魔もするという感じで切り替えができます。ですが他よりも尖った部分があるわけではないので、迷ったらつけるという構成でもいいかなというところです。いくつかギアを紹介しましたが、ギア構成を選ぶ上で外しにくいギアがありました。それはラスパとメイン効率です。まずラスパに関しては保険的な意味合いがありますが、後半戦で手数を増やす方法になるので重宝します。何よりインク系のギアはたくさんつけたいので、これ一つで危機的状況で発動するのはとても助かります。続いてメイン効率ですが、これは手数が単純に増やせるので外せないギアですね。トラスト自体は相手への圧力が物を言う武器なので、手数は減らしたくないというところがあります。常に味方のカバーと押し込みをするのであれば、メイン効率は外しにくいギアでしたね。またメイン効率をつけるのであれば、スペゾをつけてスペの回転率をアップするのも相性が良かったと思います。単純にスペシャルでインクの回復もできますし、スペシャルでの邪魔回数も増えるので相性のいいギアでした。ただこのギアに関しては全て生存をしっかりしていないと効果は感じにくいというところがギアの欠点ですので、ですが多い時は変えるのはありだと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。自分の指に合ったギアの選び方とギアの紹介はいかがでしたでしょうか。今回ギアをいくつか紹介しましたが、どれもその時に課題となった部分に対してつけていたギア構成となります。これがいいっていうのがあれば、最後の何でも屋のギアになりますが、立ち回りによっては合わないっていうのがありますね。今回のギアを丸々使ってもらうのもいいんですが、紹介したギアを元に改良してもらえるのがさらに良くなるのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。